鍋島英子鍋島英子昭和16年1月3日は、日本の家族。初はじめ岩倉具義夫人。の地球被然佐賀藩主、鍋島直弘公爵夫人。梨本も子いつ松平信子の母。県大納言、広橋種康の御女として、京都に生まれる。母は、家女房。広橋家の価格は名家であり、明治維新後は伯爵に除されている。兄に、 広橋正光、藤並ことただがいる。お印ししは梅。結婚前は宮中に仕えていたが、明治14年4月に当時イタリア講師であった、講釈、鍋島直弘とローマで結婚。直弘との間に一男四女に恵まれる。外交官婦人の草分けとして活躍し、六名館では、戸田局氏と共に、六名館の花と呼ばれた。明治20年に、 日本赤十字社特殊看護婦人会会長に就任。日清、日露両戦争では、負傷兵の看護にあたり、各地の病院を慰問するなど、公爵婦人として、社会事業活動の先頭に立つ、東洋婦人会、大日本婦人会などの役員を務めた。大正4年に、ロシア帝国皇后及び皇太后付助官の、エブゲニア・マレフスカヤ・マレビチ、 セルビア人の東京外国語学校をロシア語教師ドゥシャン、トドロビチとその妻でピアニストのカテリーナ・トドロビチらと共に設立した最国級難会の会長に就任し、第一次世界大戦後にセルビア王国政府から聖サバ三島勲章を授与された。昭和11年に勲三島随法章を受章。ありがとうございます。